皆さんこんにちは、ムスと申します。先週はドレフォン3区がね4勝を挙げたということでまさに爆走しておりました、まあ、二乗開催でね、しかも新勝馬2歳のみで4勝っていうことですから、まあ、非常に勢いがあるなっていうのを感じさせますよね。しかも勝ったレースっていうのがですね非常に幅広くて、ボルコスは中山の1006新馬戦を勝利、ヒストリックノバは中山ダート 1200m を圧勝、セールオンセラーはダート 1800m を勝利、うなぎ登りは芝 1400m の勝利と、他にもですねハヤムズビーチ、白毛馬が2着こちらもね芝1006で来たり、うなぎ登りの新馬戦ではね2着もリゴレット、トレフォン3区一番人気だったのもサーマルウィンド、トレフォン3区と、まあ、こういったあたりを見てるとねやはり芝の短距離という意味では相当にね評価されてるのかなっていうのを感じますし、結果でね応えているのも感じさせますよね。まあその中で、まあ、ちょっと新しい条件といえばねダートの中距離1008という距離で勝ったということだったりね、まああとはジオグリフで少しずつ芝距離伸びてもっていう馬はね出てき始めてはいますけれども、オルコスがねマイル戦勝ったりとね、思ってた以上に活躍の幅の広さっていうのを感じさせましたね。ということでちょっとね配合の相性の良さとか活躍馬のね傾向なんか探っていきたいなと思っているんですけれども、まあまずはその配合の点から言うとですね、まあこれは海外からの輸入馬あるあるといえば、まあ、当然なんですけれども、まあ、サンデー系がね母地に入った時っていうのがやっぱり今週にしても目立った印象ですよね。オルコスはディープインパクトですし、うなぎ登りはサンデーサイレンス、2着だったリゴレットもサンデーサイレンス、ヒストリックノバハーツクライ、まあ、やっぱりね今日本で最も勢いのあるサンデー系が、まあ、近ければ近いほどねより相性っていうのは良くなってくるのかなっていう印象はありますよね。まあもちろんねジオグリフ8時金亀だったりしますし、こちらもね相性十分だと思うんですけれども、まあアロマティコもねサンデーが入った血統ではありますしね、まあもう海外からの輸入馬に金亀サンデー、あとは黒船フレンチデプティとかが入っていたらねやっぱり成功しやすいのかなっていう印象ですよね。で牧場別で見ていくとね、まあチャダイスタリオンということもあってやっぱりノーザンファーム生産馬が一番多いっていう点はありますよね。 CPI の数値で言ってもやっぱり高い傾向にはありますが、まあそれにね見合う AI っていうのにはなってきたんじゃないかなというところですね。まあ気象的な大きな問題があるっていうようにも聞いては現時点ではないように感じますし、まあ結構ね安定して走ってる産駒が多いかなっていう感じですよね。個人的に今週一番目立ったかなって思ったのがうなぎ登り、まあこちらねお母さんのんきということで、あの末脚でねよく話題になっていたびっくりしたなも、まあ馬名もね面白いということで、まあいろいろ注目された馬でしたけれども、その馬のね弟にあたります。馬主さんはね小田切さん、俺は待ってるぜとかもね所有していた、まあ珍名で知られてる方ですよね。で本馬のレースぶりっていうのがですね非常に強かったように感じましたね。上がり最速、間からね力強い足を見れて勝負強さっていうのも感じさせましたしね、もちろん上がり最速で2位のロードオールデンからは 0.2 秒速いと、まあ、現役時のねドレフォンのレースを見ていただくと結構ね、まあ、森厩舎鉄火でもよく見られる逃げてガンガン行くっていう印象だったんですけれども、まあそのスピードっていうのがね日本の芝っていう意味ではしっかりとこう瞬発力にいい影響をもたらしているのかなっていう印象ですよね。まあ特にね中京とか東京とかは直線長いですからね、逃げてガンガン行けばいい形態ではないっていうのもあって、やっぱ末足がね大事になってくるのかなっていう思うところで、まあジオグリフとかもそうですけどね、きっちりこう末脚を貯めて直線で発揮するっていうレース運びができる馬は多いのかなっていう印象ですね。あとはダート1008で勝ったセールオンセイラーですね、田中裕康厩舎、こちらセレクトセールで4752万円と、まあ、なかなかにね評価された馬になります。まあ、兄弟自体はね重賞 G1 で走ったっていうわけではないんですけれども、ボケは本当に素晴らしくてね、カーレットローズ活躍馬非常に数多く輩出しているファミリーということになっております。本馬はですね新馬戦は芝のマイル戦使ったんですよね。アバンチュリエが勝ったレースなんですけれども、まあそこで15着というふうに大敗したんですが、まあ今回ね中山ダート1008という馬場も距離も変えて使ったところ、まあまさに一変したと、
2着ね、とは2分の1馬身差ですけれども、そこから 2.5 秒のね、差がついてるあたり、やっぱりね、相当な実力があったんではないでしょうか。まあなかなかね、ダートに変わったとはいえ、そのお父さん、ダート短距離、でスピードタイプっていうことを考えるとね、伸びてどうなのかなと思ってたところだったんですけれども、まあこのレースぶりっていうのを見ているとね、しっかりと対応できていた印象ですよね。まあ先ほどのね、うなぎ登りもそうでしたけれども、まあしっかり直線まで力を貯めて、最後に発揮するっていうことがね、できていたのかなと。まあ、正直ね、私はドラフォンの現役時っていうのを考えるとね、まあレースぶりを見てても、まあ日本で言えばね、例えばですけど、サウスビーグラスとか、まあ自身がね、ダートの短距離 G1 勝った馬っていうのは、サンクっていうのも、まあそういった傾向に出るのかなって思っていたところがあったり、まあ実際にそこでね、ずっとトップに居続けたわけですから、そういった部分を狙っていくのかなと思ってたんですけれども、ちょっと現時点ではね、まあノーザンファームの育成力とかもだいぶ関係してるとは思うんですけれども、いろんな傾向に出てますよね。まあシルバーステートじゃないですけれども、ドレフォンもね、アメリカのスピードという意味ではもう短距離の中で頂点っていうのはね、相当なスピードがあったのは間違いないですから、まあそれも加味しての謝罪スタリオン入りだったわけで、まあそこをね、うまく残しつつスタミナとかもプラスしていくことができれば、まあ距離とか馬場もね、こなせるっていうことなんでしょうか。まあストームキャット系の勝馬としてね、ヘニー・ヒューズがタインズキャロル500万という高評価までなってトーストも集めていると、まあそれを考えるとね、結構対抗にドレフォンはなってくるのかなっていう印象ありますよね。まあタイプもね、後々はやっぱりダートで走る馬っていうのも多くなってくるでしょうし、まあかつ芝もね、あれだけ今活躍する馬が出てるってなるとね、あ、これだったらちょっとタインズキャロル今だとヘニー・ヒューズより安いドレフォンにつけてみようかなっていう方がね、まあ増えても良さそうだなとは思いましたよね。まあとはいえもう現時点でもね、200頭とか頭数集めてるので、まあ十分な数はあるんですけれども、まあそれこそね、ヘニー・ヒューズの後継がめちゃめちゃ需要があるように、ドレフォンの後継もね、たくさん出てくるような気はしますよね。で、最後にちょっとオーロコスのね、血統表から、このストームキャット系と、まあサンデー系、まあ特にディープ系のね、配合の良さっていうのを改めて紹介したいと思うんですけど、まあこれもね、ストームキャット系といえばやっぱり母系に入って強いっていうね、印象が強かったと思うんですよね。まあなんといってもディープインパクト、お父に持って母父ストームキャットの馬といえばね、今年で言えばダノンキングリーが G1 勝っていたり、勝馬としても大成功中の絆、里のアラジン、イシボバ、リアルスティール、妹のラブゾンリユ、ラキシス、エイシンヒカリと、もうとんでもない数のジワンバが出てるわけですよね。しかも芝の中長距離でかなりの大きいレースを勝ってる馬が多いと。まあ簡単に言ってしまえばね、その逆パターンっていうのも結構最近は多くなってきてるみたいですね。父系にストームキャット系を持ってきて、で母系にディープとか、まあ、サンデー系を持ってくると、まあ、それは同様にいい影響を与えるんじゃないかっていうのが今の流行りなのかなっていう印象がすごくありますね。まあ近さで言うとね、どうしても父がサンデー系の方がね、まあ明らかにこう直に三区に伝わる力っていうのは強くなるかなと思いますけれども、でこのストームキャットはもちろんなんですけど、アンブライドルズソングとかもね、今後増えてくるかなって思ってますね。まあこちらチスキンというね、新勝馬、今年20頭しか単位付けしていなかったということで少しね話題になりましたけど、実は本馬おじいちゃんがアンブライドルズソングでして、まあこちらもね、ディープ系とかサンデー系と相性非常にいいことで有名ですよね。ハーツとの子でスワーブリチャードが出たり、ディープとの子でコントレール、ダノンプラチナ、他東方ジャッカルとかもサンデー系との配合で続々 G1 馬誕生していると。で同じようにこちらもですね、今度は父系にその馬を持ってきて、で母系に母方にディープとかサンデー系をつけることで、まあ、またいい影響を与えられるんじゃないかっていうのが、まあ、意図としてね導入したところはあるんじゃないかなと見ておりますね。まあ個人的にはやっぱりね、父系で直サンデー系、もう日本でがっつり走ったお父さんがベストかなと思いつつ、まあドレフォンとかをね、やっぱり見てるとこちらも注目する価値はあるかなと思ってますよね。他にもニュージャーズデイはおじいちゃんがマキャベリアン、ハルーアスリートの父としてね、シュバルグラン、ビクトアルピサ、ビルシーナ、
インカンテーションといったね馬たちの母地になっていると、まあこれも同じ意図で導入したところはあると思いますよね。これまで相性のいい母地もしくは母系に入ってっていうところだった馬を、まあ、今度は後継商馬導入 してしまって父系に置くことで、まあ、母系にサンデー系をつけることができればね、まあ、またいい産駒も出るだろうということですね。まあこれがねサンデー系とか金環系以外の、まあ、外国とかもね繁殖牝馬につけていくっていうのはまあ少なくなってくるかなって思いますよね。やっぱり飽和しつつあるそのサンデー系とか薄めていくことで、まあこの後の展望を考えようっていうことだったり、まあ何よりね芝にも高速馬場にも対応できる産駒っていうのは出やすくなると思いますし、一方でその外国商馬と、まあ、外国からの繁殖牝馬をつけちゃうとね何を目的で導入したのかっていうのがちょっと微妙な感じはするので、まあもちろんねドレフォン産駒にもコンシリエールとか外国繁殖との配合で非常に強い勝ち方をした馬は出てますけれども、まあ稀ですよね。やっぱり率的に言ってもサンデー金亀系につけるのがベターとなってくるのかなと思っております。まあもうこれはねそれは当然だろうって思われる方もいるかもしれませんが、まあ私なりのねそういった海外商売の導入意図というかっていうのを、まあ、改めて話させていただきました。まあ、そういった意味ではねちょっとナダルとかロベルト系の導入っていうのは結構もう日本で揃ってる感じはするのに、まあ、改めて導入っていうのはね、まあ、ナダル自身の相当な能力ってっていうのも評価された部分は結構あるんじゃないかなと思っておりますね。ということでドレフォンね、まあ私の産駒がデビューする前の評価としてはね、まあ車台ストリームはこうダート、そして芝の短距離っていうところの需要をね取りに来たのかなと。これまで芝の中長距離とかが目立っていた車台スタリオンもついにねそこを支配しに来たかっていう印象だったんですけれども、まあ、決してそれだけじゃないっていうのは成績から最近は強く感じられるようになりましたよね。まあ確かにね今となっては言われてみれば、まあ、それだけじゃない配合相手の豪華さだったよなとはまあ思うところは多少なくはないですけれどもね、まあちょっと考えがまだまだ甘かったかなと。ノーザンさんをね持ってすれば、まあどんな条件でもどんな勝負でも成功させられるんじゃないかっていう能力の高さをねまあちょっと感じてますよね。まあとはいえね、もともとは先ほどの適性を取りに行くっていう点もねあったでしょうから、今後はねそういった条件のレースも増えてきて、まあそれこそ地方とかでも活躍する馬は出てくるでしょうからね、まあ今の時点で今週一気に4勝っていう勢いを見せたっていうのはねすごいなと感じたところです。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。